皆さんこちらリマリとハロウィンでーす。今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けちゃいました。ありがとうございます。今日仕掛けるドッキリなんですけど、男の夢って何ですか？あ、まあ金持ち。もっとさ、ちっちゃい頃に憧れたりしたことあるでしょ。ドラえもん。え、ドラえもん。じゃあ男の夢といえば目からビームでしょ。最高だよ。そんな夢を叶えるドッキリを思いつきました。やったぜー。今回は村井さんの目からビームが出ちゃうドッキリです。最高だな。僕じゃあどうするか、気分が味わえればいいよね。目からビームって未来じゃないですか。未来そんな科学力はないんで、どうしようかなって思った時に、たまたまこのものを見つけたんです。目から出てるビームっぽい色の紙。あ、最高。出てそう。この紙を工作して、うん、村井さんのメガネつけられるような目からビームっぽいグッズを作りたいよ。村井さんのメガネをいい感じに奪って雑だな俺。それくっつけて村井さんにかけてもらって、村井さんが目からビーム出てましたよ。あ、そうだ、うん、でしょでしょ。最高だよ。そんなの絶対喜ぶもんね。うん、優しいドッキリだ。優しいドッキリ。そうだ。で、ちょっとシュミレーションしてみましょう。してみましょう。あ、仕事楽しい。仕事ができたい。最高だ。村井さん、どうぞ。よい、どうぞ。メガネ外してもらっていいですか。地球の危機なんですよ。地球の危機だと。いいよ。ありがとうございます。仕事楽しい。仕事。目つぶって。あ、なんだなんだ、どうする。危ない。まだ、まだ地球の危機ってことだ。目開けてください。はい。こ、なんだ、ほら、どうなってんだ。すごい。うわ、目が見えてる。漏らした。ビーム漏れてうんこ出ちゃう。村井さんは漏らすかもしれないけど。そうですね。それぐらい衝撃ですよ。今だってこっち向かって食らっちゃったもんね。でしょ。危なかったっすよ。危なダメっすよ。はい。そんな男のロマンがいっぱい詰まった優しい動きを仕掛けていきたいと思います。よ、さあ行くぞ。まあここまでシミュレーションとかやりましたけど、うん、実際見てる方でどういうことって思ってる方まだいると思う。もう作ってから説明しましょう。はい。今これはビームを作ってるんですね。ビーム以外何作るの。これで、ね、そうですね。ビーム作るためでしょ、これ。ビーム紙です。こちら。ビーム紙でしょ。ビームを作ってます。で、これ厚紙、これシールなんですよ。お、すげえ画期的。ただこれ貼り付けて切ります。これを貼って、キラキラの厚紙ができます。うん、でこちらを丸めていきます。あ、いいじゃないですか。いい。出てそう、出てそう。出てるっぽいポーズとか。はい。やられてる顔じゃない。その上からさ、あれ巻けばいいんじゃない。まあそんなこと言ったらなんかドラムのスティックとかでこれ貼ればいいだけの話ですよね。厚紙を使いたいの。そうだ、使いたいの。いや、そんなに米井さん言ってこんなのだってただの紙っすよ。うん、ビームじゃん。すごい。これはビームじゃん。すげえ。すげえよ。というわけでビームができたんで、米井さんの目からビーム出して驚かしちゃいましょう。はい、さあ行くぞ。皆さん目開けてください。開けるよ。危ない危ない危ない。やばいやばい、人が死ぬから皆さん。ダメっすよ皆さん、危ない。あなた特別な方なんだから。ダメですよ。まあ、あー間違えたらできそうか。すげー村井さん、かっこいい。かっこいい。いいなー。手紙。おーじゃあ皆さん、じゃあ嬉しいです。誰しもがね、憧れまして男の夢じゃないですか。痛い。ブツリビー。あ、いった。いや、ダメダメ。というわけで、今回のドッキリは男の夢、目からビームが出ちゃうドッキリでした。おー、制作時間1時間半。すげえ。というわけで、はい、いかがでしたか今回のドッキリは。次はお腹からエイリアンとか言ってたな。
というわけで最後のご視聴ありがとうございました。この時が面白かったという方はぜひ高評価よろしくお願いします。目からビームが出したいという方はぜひ高評価押してください。そしてチャンネル登録ならこのベルボタンを押して通知をオンにして次のドッキリも楽しみに待ってください、はい、ではまた次のドッキリ動画でお会いしましょう。さよなら。